はい、どうもポンポンです。今日は京橋にやってきました。女性も入りやすい立ち飲み屋さんがあるということで、早速行ってみたいと思います。それでは行ってきます。到着しました。めちゃくちゃ雰囲気のいい今日のお店はダクトさんとなっております。美味しい日本酒がたくさんあるそうで、このように選び放題です。そしてオリジナルのカクテルまであります。これは何を飲むかめちゃくちゃ悩みますね。それでは行ってきます。お店にはいっぱい日本酒のラベルが貼られてて、めちゃくちゃ雰囲気いいのでちょっとお見せしますね。このような感じで天井から壁にもシート、これだけラベルが貼られてるということは、これだけの種類のお酒があるということですね。ちょっと甘めの日本酒が飲みたい気分だったので、この4つ店員さんに持ってきていただいたんですけど、その中でもこの今日は電信をいただこうと思います。ダクトさんでおすすめのこの3種3菜というのが数量限定であります。日本酒3種類とあと3種類のあてがついてます。日によってそのお酒の種類が変わるそうです。おばんざい、私は今日は日本酒とこのおすすめに書かれているお手り5種盛り合わせを注文しました。日本酒もたくさん種類があります。メニューがめちゃくちゃ多くてちょっと紹介しきれなかったんですけど、ぜひ皆さん実際にお店で見てみてください。メニューが揃いまして最高の絵が完成しました。じゃじゃじゃーん。まずは日本酒60ミリ、電信です。400円です。そしておつくり5種盛り、こちらで620円です。種類はまず左からサワラ、そして富士山サーモン、島青鯛、水ダコ、そしてキツネカツオです。じゃあまずは電信からグビッといきたいと思います。では今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。甘いのくださいって言ったんで、やっぱり甘くてめっちゃ飲みやすいです。だから癖がない感じですね。それではサワラから順番にいきたいと思います。綺麗なカットの仕方です。まずこの色の美しいサワラからいただきます。柔らかさはもちろんなんですけど、ここの部分ですね、めちゃめちゃ香ばしいんですよ。これだけ厚みがありますよ。私ぐらい厚みあるな。いや、私の方が厚みあるか。じゃあ次に富士山サーモンです。どのようにこう編み込まれてるんですかね。こんな感じのわさび醤油でいただきます。めちゃくちゃ滑らかな歯触りです。いやー、サーモンがね、口でね、泳いでますね。なんかネットで調べたら、ダクトさんは女性もすごい入りやすいお店って書いてたんで、どんなお店かなと思ってたんですけど、本当に女性一人でも入りやすくて、安心して食べ飲みできますね。続きましてこちらも色が美しい島青鯛、
ますよ。最後にしじみ汁が出るそうで、やったー。しじみ汁はこちらです。いやーやばい、めっちゃ美味しい。このしじみ汁はどのお客様にも最後に絶対ついてくるものになっているので、ぜひ皆さん最後までお楽しみください。いやー大満足です。これで全ていただきました。ごちそうさまでした。日本酒酒場ダクトさんに行ってきました。これだけ食べ飲みしてお会計は1101円でした。一品がすごいこだわりがあって、そして味もめちゃくちゃ抜群に美味しかったので、ぜひ皆さん京橋お越しのこちらのダクトさんに行ってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。